はい、水縄りの絆、続きいきます、いきます。あの目玉みたいなやつ何なんすか、マジで超ビビったんだけど、超ビビったんだけど、でも触れたら死んのかな。でも死なないかもしれないもんね、死なないかもしれないもんね。これがめっちゃ気になるな。なんかお供えすればあいつ消えるとかじゃね。でもわかんねえす、わかんねえから俺行くしかないっす。んばろ、うわあ、ちょっちょっと待って、いやー、やめていい、もうやめていい、このゲーム、ちょっと待って、ちょっと待ってくださいよ。こっち側、こっち側いけないの、こっち側、触るの、あれに、あれに、あれに触んの、あいつ、よし、下から、下から行こう、下から、大丈夫、大丈夫だぞ、大丈夫だぞ、あ、いけたんじゃない、いけたんじゃない、これ、いけたんじゃない、いけたんじゃない、あ、なんか普通にいけた感じする、あれ、普通にいけた気がするぞ。あれ、え、言っていいんすかこれ。え、でもなんか触れなきゃ、でも触れなきゃ、だって見た目的にあいつ結構ザルだな。ちょ、あれ、あった、あ、あ、お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 、どんなグロテ、うん、うん、ほんよん、ワープした、お、お、え、え、え、なに、え、え、なにこれ、え、え、う、体が重い、なんか全身に、え、何かが私の体にまとわりついて動けない、倒れちゃいそう。あと少しで出口までたどり着けるのに、こんなところで、おお、そうそうよ、あと少しで森の入り口じゃない。森に入れば化け物は入ってこれないんだから、私にまとわりついてるやつだってきっと離れるはず。最後くらい踏ん張ってやる、これくらいの重み耐えてみせるわ。え、このまま行くの、身ごもったみたいになってる、え、なんかちょお腹出てるみたいになってるけど、え、おお、おうぐ、もう限界、う、あ、あ、おお、お、え、どなんの、どんどん重くなっていくみたい、もう一歩も動けない、え、うぐ、やめ、これ以上重くならないで、え、どんどん重くなるの、いや、やだ、重い、許して、これ以上重くなったら潰れちゃう、え、え、どう、え、ガガガ、うっご、え、え、うわ、え、そんな重いの、え、どういうこと、え、締め付けられてんのかな、そんな重いのかな、体潰れるってだいぶじゃない。で、普通逃げたね、あれね。あれ普通逃げたな。あれ最初、初見回避できずに死ぬのが一番動画的には理想だったんだけど、うん、最終的に当たりに行く形になったわ。でも、あいつは下を渡ればいけるらしい。千の重力で死んじゃうの、人間って。はい、行きます。うわー、まあいいで、ちょ、待って待って待って、上か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 、上でいいんだな、上でいいんだな、なんだよ、下じゃない、あ、まあ、とりあえずこいつは普通に避けれるらしいです。うん、普通に避けれたわ。うん、初見回避できたけど、まあ、うん、一応やっぱ死ぬのも見たいよねっていうことでね、さっきの悪い例ね。うー、普通に行けたわ。普通に行けたわ。うん、結局ウンバローって何だったんだろう、あのお供え物の意味もよくわからないし、何なんだろう、後々積んだりすんのかな、怖いですよ。何ここ、めっちゃセミの声みたいなの聞こえるけど、無限ループじゃないよな、な、何でかい岩、何ここ、え、何ここ、ん、うわ、すごく大きな岩ね、まるで突き刺したみたいに立ってると、突然倒れたりしないわよね、こんなのに押しつぶされたらひとたまりもないわよ。え、何これ、これも何、ご神体的な、突き刺さってんの、これただの、え、フラグなのか、これ倒れてくんの、バカな、え、あ、こんなところに柱が立ってるわ、でも随分とボロボロで古いものみたい、昔はこんな山奥にも建物があったってことね、ほうほうほう、倒れた、柱だ、虫食いの跡が目立つ、口で折れた電柱がある、あ、枯れかけた池がある、濁り切った水でよく見えないが生き物はいないようだ、ふむ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 、まあ行こうか、転がってきたりしないよな、コロコロコロみたいな、転がってきたりしないよな、なんかでかいな、なんか入った途端なんか入り口塞がれそうな気がする、そんな気もないか、でもこれ出口なんだよね、ここ出口、待って、え、あれだよね、ここに入って出たら外に出れるんだよね、なんか出れなくなりそう、そんな気がするけど入るしかないんだろうな、いやでもまさか転がってきたりしないよな、しないよな、
出れなくなったりしないよな。まあまあ行こうか。これ道じゃないのか。最深部まで行こう。なんかね、最深部まで行って出てくれば元の世界に戻れるらしいんで。でも出れなかったら詰むよな。超フラグっぽいんだけど。え、ここ最深部？ん？ここがヨツラの言ってた洞窟？浅いな、すごい。確かあの子の話では、洞窟の奥に入ってから、外に出ると元の世界に戻れるだったわよね。うん、思ったより浅い。びっくりした。浅いなら、あとはこのまま引き返せばいいのかしら。本当にこんな方法で出られるの？俺も最深部っていうからすごい深いのかなと思ったら、超たやすい。迷っていてもしょうがないわ。どの道私にも、他に当てはないんだし。それに、ヨツラのことを信じるって決めたんだから、最後まで信じてあげないとね。なんか出れなそうな雰囲気がプンプンするんだけど。出れるんだよな。信じていいんだよな。出れるんだよな。おーい。あ！戻ってきたのかな？あ！暗くなってる、暗くなってる。お？夜だ、夜になってる。ということは本当に帰ってこれたの？いや、まだ喜ぶのは早いわ。森を出て外を確認してみないと。え？戻ってこれたの？マジか？信じるぞ。あ、言わなくない？あ、言わない、言わない。ほら、地面が、くぼんでいる。昔ここに大きな穴でもあったのだろうか。昔？あれって過去の世界なのかな？でも異次元、なんだ？あ、池に何か浮いている。拾えますか？はい。あ、え、斧折れた。わらじか。斧折れたわらじを拾った。よかった、読めて。馬鹿にされるとこだった。あれ、わらじって思うんですよ。合ってるよね。藁でできた伝統的な、履物。かなり古いのか、尾が切れている。うむ。尾が折れたって言った俺。尾が折れたって言った？釣られちゃったかな？尾に。尾に釣られちゃったのかな？まあ、編集でカットだな。その部分。柱が立ってる。もう行っていいんすか？行っていいんすか？なんだ、かっこよく決めたつもりだったのに。え、でもないってことは違う世界ってことだよね。ね。違う世界ってことだよね。大丈夫なんだよね。信じていいんだよね。出てこないよね。誰もいないよね。これで、ンバローがいたら俺、盛大に叫ぶぞ。大丈夫だな。大丈夫だな。ンバローいないよね、ンバロー。あ、ないない、死体もらえない。死体もらえって。ふぅ、はいない。あの化け物たちがどこにもいない。え、もうクリアなのかな？間違いない。帰ってこれたんだ。私、助かったんだ。よかった、よかったよ。本当によかった。よかったねー。もうあの化け物に追われないで済む。生きて戻ってこれた。お、なんか、基礎で怖いんだけどな。来ないよな。大丈夫だよね。帰ろう、自分の家に。お母さんも、お父さんも待ってるわ。おお、早い早い。まだクリアじゃないの？お、え？あ、ほら、自宅に戻ると、両親がいつも通り私の帰りを出迎えてくれた。浦島太郎のように帰ったら何百年も経っていた。なんて心配が少しだけ、頭をかすめていたが、奇遇だった。異世界とやらも時間の流れは同じくだったらしく、結局、あの不思議な世界にいたのは数時間の出来事だったらしい。父は帰りの遅い私を叱り、それを母がたしなめた。少し前まで化け物と命がけの追いかけっこをしていたのが嘘のようだった。何の変哲もない、いつも通りの光景に安心し、私の中では緊張の糸がぷつりと切れて、両親の前でいきなり泣き出してしまった。厳しく叱りすぎたのかと勘違いした父が、ひどく狼狽した姿は今思い出しても笑ってしまう。夕飯を終えた私は、自室に戻ると着替えもせずに、布団を敷いて身を投げ出した。私は今更ながらに、どれだけ無理をしていたのか実感した。何もする気が起きなかった。全身に重たい疲労がのしかかる。さっきまで動けていたのが不思議なくらいだ。今となってはこの気だるい疲労感だけが、あの世界が本物であったことを示す唯一の証となるだろう。当然、両親に今日の出来事話していない。信じてもらえるとも思えないし、私自身この、そうがなければ、夢か薄かどうか、この虚無感も一晩寝てしまえばなくなっているだろう。明日になればあの世界は、全て夢の出来事になってしまうに違いない。そうだ、あれはみんな夢だったのだ。あんな恐ろしい世界が現実のはずがない。夢にして早く忘れてしまおう。目をつむると私の意識はストンとどこかへ落ちるように奈落の闇の中へと沈み、そのまま眠りにつこうとした。その時だった。ダメだよ、俺の滑舌じゃ無理だよ。感情込めてとか無理だよ。追いつくのも精一杯だよ。うわーだ。え、まだ終わんないの？まだ終わんない感じ。ねえねえ、おひなちゃんのお母さんから電話よ。まさか
まさか？え、おひな？おひな？ん？ひなのお母さん？わかった。ちょっと待って。変わるから。いや、まさか。まさか。え？え？もしもし、お電話変わりました。ねねです。ねねちゃん、ごめんね。こんな夜分に。ちょっと聞きたいことがあるんだけど。うちのおひな、学校の帰りはねねちゃんと一緒じゃなかったのかしら？ひなですか？ええ、途中までは一緒に帰りましたよ。神社に寄り道して、そこで別れちゃったんで、その後は知りませんけど、ひながどうかしたんですか？うん、実はね、おひながまだお家に帰ってきてないのよ。ほー！え、ひなが帰ってない？そうなの。まあ、おひなももう高校生だし、明日は学校お休みだから、ちょっとくらい夜遊びしても不思議はないんだけど。何の連絡もないし、携帯にかけても繋がらないの。それでさすがに心配になってね。ねねちゃんならおひなのこと何か知ってるんじゃないかと思って電話したんだけど、心当たりはないかしら。ありすぎて困る。ありすぎて困るんだが。いえ、別れた時も変わった様子はありませんでしたし、思い当たることは何もないんだが。そう、全く何してるのかしらね、あの子。もし何か思い出したらいつでもいいから電話してもらえる？ありすぎて困る。わかりました。それじゃあまた後でね。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。プッツン。マジか。マジか。ひなが帰ってない。どういうこと？私があの変な世界へ行く前に別れたんだから、もうとっくに帰っているはずよね。普通はね。他の子ならいざ知らず、あのひなが夜中まで遊び歩いてるなんて考えられないし。何かの事件に巻き込まれたんじゃ。ひょっとして誘拐されたなんてことは。うわ、ありえる。あの子トロいし、私が見てないと平気で知らない人について聞かねないし、そこまでバカじゃないでしょ。びっくりだぜ。もし私が誘拐犯だったら真っ先に狙ってるわ。狙うなよ。そして、いや、でもさすがにいくらひながちょろい子って、だからって幼稚園児じゃないんだからね。ちょろい言うな、ちょろい。あ、待って、 まさか神社で別れた後、帰らずに私の後をつけてあの世界に迷い込んだんじゃ。確かよつらが言ってたはずよね。神社の鳥居を行き来するだけで簡単にあの世界へ行ってしまうって。もしひなが私の後を追っていたとしたら、同じように鳥居を行き来したかもしれない。私の場合はその場によつらがいてくれた。あの世界のことや脱出する方法を教えてもらえた。おひながあの世界に入ったら絶対あの変な植物に近づいてパクンとされて死ぬと思うんです。あと雲か。もう手遅れじゃない？入った瞬間死ぬでしょ、おひな。でももし、よつらと私が向こうの神社を去った後に、ひなが迷い込んだとしたら、ひなは帰る方法を知らない。そして彼女はちょろい。だとしたら、今もあの化け物だらけの場所でさまよっているなんてことが。まさか考えすぎるね。そんなことあるはずない。明日学校休みだし、ひなだって夜に遊び歩きたくなるわよね。うん。そうよ、もう変なこと考えないで、早く寝よ。明日になれば必ず帰ってきてる。寝るの？あ、もう寝よう寝よう。さっさと寝よう。これ選択肢っすか？選択肢っすか？寝ていいの？本当に。寝たら死ぬぜ。本当に寝たの？本当に寝ちゃったの？選択肢じゃないの？行く行かないの？もう朝か。なんだか寝た気がしないわ。全然疲れが取れてない。あ、そうだ、ひな帰ってるよね。さすがに とりあえずひなの家に電話して確認してみなくちゃ。疲れてたから。はい、電話。帰ってきてたらいいんだけど。帰ってきてればいいんだが。ん？あ、出た。もしもし、おはようございます。ねねですけど、ひなはあの後帰ってきましたか？あ、ねねちゃん、おはよう。それがね、おひなまだ帰ってないのよ。知ってた。帰ってきてないんですか？うちの人なんかは家出じゃないのかって楽観してるんだけど。楽観してんの？家出も相当だぜ。何か事件に巻き込まれたんじゃないかと思うと心配でね。これから警察に届け出を出すことにするわ。そうですか。もしかしたらねねちゃんにも何か聞きに行くことがあるかもしれないけど、その時は協力してくれる？はい、それはもちろん。ありがとう、ねねちゃん。それじゃあ私は警察に知らせに行くから、一旦切らせてもらうわね。はい、明日からすいませんでした。失礼します。プ
ツン。でも、今から行って間に合うの？一晩経ったよ。あのちょろい子一人で、あの死の世界で。嘘でしょ？帰ってないなんて。じゃあやっぱり、チョロ子はあの世界へ。チョロ子。あだ名が。私どうすればいいのよ。ひなのお母さんや警察に行ったって信じてもらえるわけないし、他に頼れる人なんていない。あの子は脱出する方法知らないんだから、誰かが助けに行かなきゃ帰ってこれないわ。でもあの世界を知ってるのは私だけ。ひなを助けられるのは私しかいない。私がひなを助けに行くしかない。もう一度行かないといけないの？あの化け物だらけの場所に。あんな気味の悪い化け物が襲ってきて、いつ殺されるかもわからない。あんな場所にもう一度行くの？せっかく命からがら、無事家に帰ってこられたのに。またひなを助けに行きますか？いやもうね、もう気持ちとしては助けに行きたいんだけど、今日はあの日が悪いというか、あの膝が痛いっていうか、あのじゃ高麗園ができて、もうあんな場所真っ平だ、真っ平だよ。あ、無理無理よ、絶対に無理。今度こそ本当に殺されちゃうかもしれない。助けになんて行けるはずないじゃない。そうよ、私みたいな普通の女の子がのこのこ出歩いてどうしようっていうの？どうせ何もできないわよ。私悪くない、ヒナを見捨てたわけじゃない。仕方がないのよ、どうすることもできないんだから。それにもしかしたら本当に家出かもしれない。もしヒナがあの世界へ行ったんじゃなかったとしたら、それこそ無駄じゃない。これでいいのよ、これで。ヒナのことはヒナのお母さんや警察に任せて、私はいつも通りにしてればいいの。それが最善の方法なんだから。これはその、これは、それから1ヶ月後。だいぶ経ったな。1ヶ月経ちましたが、結局あれからヒナが帰ってくることはなかった。ヒナの母から通報を受けた警察は、当初神社の近くの山間部で、遭難したのだと考え、山の中の大捜索が行われた。しかし懸命な捜索も虚しく、ヒナの消息につながるものは何も見つけられなかった。ヒナは何らかの事件に巻き込まれた可能性が高いとされ、現在も警察が、捜査を続けているらしいが、今のところ何も進展がないらしい。バッドエンドかな。さすがに異世界は、うわ、花が添えてある。ごめんヒナ、ごめん。学校でも様々な憶測が飛び交い、事故だ、誘拐だ、神隠しだと皆が騒がせていた。どれも根拠のないデメキンばかりだ。どの噂にも一つだけ共通点があった。それはヒナがもう死んでいるということ。真相はわからなくとも、これだけ長い、長期行方不明が続いたのだ。生きていると考える方が難しい。クラスメートも誰一人としてヒナの生存を信じている者はいないのだろう。ヒナの責任はいつしか花が添えられるようになっていた。私はヒナがいなくなってからというもの、まるで魂が抜けたようにほうけていることが多くなった。勉強にも身が入らず、他の友達と口もきかない。ただヒナの席に飾られた一輪の花を眺めているばかりだった。はい、つらい。あの陽気なネネちゃんが誰とも口きかないの？ヒナは一体どこへ行ってしまったのだろうか。本当に死んでしまったのだろうか。ヒナがいなくなった日に見た幻、おかしな世界に迷い込んだという夢、あれは私の妄想だ。ヒナの行方不明とは一切関係ない。すべては夢であり、現実ではない。現実であるはずがない。妙に記憶がはっきりした夢だから、錯乱してしまったに過ぎない。だから関係ない。が、あの夢を見た日にヒナがいなくなったのは、本当に偶然なのだろうか。私はもう二度と、あの神社には近づかない。夢だと分かっていても近づきたくない。でもなぜだろう。そう決意するほどに、二度とヒナには会えないような気がするのは、私は今日もヒナのために添えられた花を見ている。ああ、ヒナは一体どこへ行ってしまったのだろう。つらい。このエンディングつらいよ。すげえ責められてる俺。ごめん、なんか膝が痛いとか、口内炎とか、デメキンとか、ごめん。ごめん、ヒナ、チョロコとか言ってごめん。行くから、俺行くから、今から。やるから、あ。エンディング後、夢であれ。悲しすぎるよ。ごめんよ、ひな。ひな、ごめんよ。ごめん、ちょろことか言って。ごめんよ。このエンディング悲しい。これは自分の選択を恨むな。あれ、終わらない感じ？あ、はい。はい、というわけで、水溜りの絆エンディング5、もう完璧なバッドですね。
アンハッピーですよ、アンハッピー。このゲームね、エンディングが5個あるらしいんで、そのうちの1個回収しましたね。いや本当に なんかすいませんでした。いやでもねみんな、まだ諦めるのは早い。俺やるから、俺ヒナ探しに行くから、よければはい、ヒナを見つけるまでお付き合いください。次パートで行きます。最後までご視聴ありがとうございます。絶対にヒナ助けようぜ。お疲れ様です。